皆さんこんこにちはそうです今回からですね働き方に関するコンテンツというものを皆様にお届けしていこうというふうに思っていますで、まあ、第1回目となる今回に関しては労働収入のメリットと問題点これについて話していくので、まあ、皆様のですねキャリアプランでありますとかその人生設計これを考える上で一つ参考にしていただければ幸いでありますで、まあ、労働収入っていうのは何かっていうのを簡単にまず説明していきたいんですけど 労働収入ですね。これはまあ大体わかると思うんですけど簡単に言うとこれやったらこれあげるよという契約に基づく労働形態というふうに僕であれば説明をします例えばアルバイトこれ労働収入にカテゴライズされますよねでアルバイトっていうのはどういうものなのかっていうと こういうい仕事がありますすとと打ちですとスーパーで0時に立ってお客様がカゴに入れて持ってきた商品をスキャンしてお客様からクレジットカードやクーポンや小銭お札その他それに付随するものを受け取って正確に処理をすることそれをやってくれたら1時間につき900円を差し上げますよこれはまあ労働これやったらこれあげるよっていう規約に基づく労働形態なわけですね。 アルバイトっていうのもそうですね。でまあ当然契約社員だとか派遣社員だとか、まあ、正社員で。もっと言うと、まあ、役員も労働収入を得ているんですね。で結局その労働収入の、まあ、まずメリットから話しますか、まあ、いいところから話したいんですけど。 メリット労働収入のメリットっていうのは簡単に言うと多くの人に一定の生活水準と仕事をえびょうある程度平等に割り当てることを可能にする。まあ、どういうことかっていうと自分でビジネスをやろうと思ったら一番大事なことって何なのかってテクニックとかではなくて。 まあ以前の動画でも話しましたけど、マネジメントが一番大事になるんですよ。だけど、まあ、僕、いろんな人にもう何千人言ってんすかね、会ってきましたけど、マネジメント能力、こいつ高えなって人って、ほんと少なくて。てか、マネジメントができないから、ほとんどの人って、人に雇われているんですよね。身も蓋もないこと言うと。これ別にバカにしてるとかではなくて、 そういう能力を鍛えたりだとか自発的に開発してないからそういうところにいることが居心地がいいで居心地がいいからそれを続けてしまうっていうそういうことかなっていうふうに僕は思っていてだけどそのマネジメント能力ができないと別に無理かっていうとそんなことはなくて仕事として割り当てられる世の中に存在する仕事として割り当てられているものの中で圧倒的に労働収入っていうものが。 多いわけですよでこれ聞いてる人の多分99%以上は労働収入で対価を得てていいるっていう人だと思ううんんですね、うん、だからその労働収入っていうものをまあ誰が作ったのか知らないですけど神様が作ったとしてそれを世界に配布した時に何が起きたかっていうと、まあ、どんなバックグラウンドを持っていようがどんな地域に住んでいようが収入を得る壁っていうものを非常に安易に得られることを実現にしたっていう。うん まあそのことによって、まあ、この後話していきますけど経営者はさらに豊かになるんですけれども要するにですね、労働収入っていうものを提供することによってたくさんの人にたくさんの人のたちの生活をより簡単に成立させることが可能になるっていうメリットがありますねであともう一つのメリットとしては再現性ですねこれは何かっていうと作業レベル 固定化、限定化することで実践のハードルを下げる。まあ、そうすることによって取り組める人を増やすってことですね。まあこれはさっき話した、まあ、仕事を割り当てるところにも直結するんですけど。そして報酬単価を下げることができる。月に30万とか50万とか払うと人を雇えるので非常に、まあ、それは。 安いわけですよ。人を1ヶ月間拘束したりだとか時給900円で人を3時間とか4時間とか他のこと一切やらずに自分が求める仕事をやってもらうっていのは非常に安いわけですね、えー、経営者にとって、まあ、コスパの良い、まあ、コスパが悪い人もいますけどコスパの良い、えー、人,人材の確保を提供する確保を、まあ、再現性を伴って スーパープレイヤーを雇うっていうのは難しいんですけれどもそれなりの人を5人雇ってそれを結合してスーパープレイヤーと同等にするっていうことはそんなに難しくないわけですねでそれをこのようにたくさんの人を雇ってですねそれを結合して経営っていう形でマネジメントすることによって可能になるわけですで経営者はそういったまあ再現性であるだとか、まあ、多くの人に仕事を割り当てるっていうメリットを提供すると同時に自分たちは 仕組みを手に入れるっていうメリットを手に入れてるわけですね。まあ、経営者まあ、こちらは労働者にとってのメリットですね。まあ、ここにこれが属しているってことですね。で、逆に経営者にとってのメリット。まあ、仕組みを作れるってことですね。自分が何をしなくても、 収益が発生する状態を後天的に作り出すことができる人材の確保スーパープレイヤーが雇えない中小企業でも質の高い人を複数人雇ってチームプレイさせることで 同じ状態、まあ、同等の状態を再現できる、えー、まあ人件費削減ですね安い値段で他人を自分の仕事に拘束できる、まあ、こういったメリットがそれぞれえー、まあ 労働者である皆さん労働者の人たちにとってあるいは経営者にとってあるっていうことが言えるのかなとちょっとミスってますけどじゃあ逆に何が問題なのかって話なんですね別にいいじゃないかと、まあ、別にいいんですよ実際別にいいんですしすごいおせっかいな動画だってことはこっちも分かってるんですけれども問題提起もしておきたくてそれを聞いた上で あの労働収入です。何が問題なのっていうとこれはまあ最近よく話すことなんですけど業務の固定化によりその仕事や業界会社でしか通用しない人間になってしまうっていう問題があります例えばこれよくあることなんですけど事務の仕事って なななかなかお給料上がらないんですね。年間数千円とか月単位とかで上がっていくっていうんですけどいつまでたっても、まあ、手取りほんと十数万とか20万すらいかないみたいな人も結構いてそれで若い時は別にそれでも耐えられると思うんですけどじゃあそれが30代になりました結婚しましたとかになった時に全然足りないんですよねそれでまあ40代になって上がるとかならいいんですけど事務の仕事ってあの極端な話 AI に置き換わっていくので今後どん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  わざわざ人雇ってもお願いするまでのもうない仕事っていうふうに扱われて上がりにくいっていう特性があるんですねで仕事を選ぶときに大事なのは、まあ、会社指揮を見てくれとか言いましたけど統計的にその仕事でどれだけ稼げるのかその業界にトップにいる人あるいはトップ層にいる人たちっていうのがいくら稼いでるのかっていうのをきちんと調べないといけないです特に奨学金を得て大学に行ってる人っていうのはその奨学金を回収するっていうマイナスからのスタートになるわけですから必ず就職する一社目 でもうそれが回収できる回収できるキャリアを形成できるっていう見通しを立てた上で就職しないといけないですでそれをやらないんですよねだめな人ってうんだから卒業して2年とか3年とか経ってるのにいまだに奨学金かあのか返済できてませんみたいなひどい人になると30とか40になってもずっと返済してるわけですよそれないじゃないですかでそれもちろんそのいろんな事情があって奨学金を借りて大学行ってんすけど視点がだめですよね 何のために大学行ったのかって、別に労働家になるために行ったわけではないと思うんですね。経済的に自立をするために、その経済的な自立をより有利にするために、教養の高い専門教育、高等教育を受けて、それを確実性を増すっていうことを目的として言ってるんですよ。だけどじゃあ実際どうなってんのって、奨学金借りたのに回収できてないって人がこれだけいるわけじゃないですか。うん、だからそういったところで僕は、まあ、労働収入を得ていっても奨学金は返すことっていうのは可能なんですけれども、 まあそういったところを含めてね、相対的にもっとちゃんと考えましょうっていうのを今回提案したくて、まあちょっとこういう話もさせてもらってるっていう感じなんですね。ちょっと話を戻しますと、業務の固定化によるその仕事や業界、会社しか通用しない人、人間になってしまうっていうことを言ったんですけど、そうすると何が問題かっていうと、まずその、給与は上がらないんです。給与、まあそのなんだ、得られる収入に限界がある。そして、 限界があるだけならまだいいんですけど、その限界に割と早い段階で達する。どういうことかというと、例えばさ、今ジム、ジムの話ってしましたね、スポーツジムではなくて、あのオフィスジムの方のジムのなんですけれども、ちょっと発音が一緒で恐縮なんですが、えーまあ、その月収が十数万。 えー、20万に満たないようなラインとか、まあ、20万超えたところで、もちろん内容によると思うんですけどね、だいたい上がっていかない、上がりにくい特性っていうのがあるわけですよ。あとはその飲食とか、IT 業界とか、まあ、IT 業界はまあ人によって上がるんですかね、でもやっぱ、やってることに対して僕は報酬少なすぎると思うんですよね。こんなにたくさんのことを覚えて、新しい技術にキャッチアップして、すんげえ仕事やってるのに、たったこれだけみたいな、なんかそれはやっぱきついなとかって思うわけですよ。で得られる収入に限界があると。 でその限界に割と早い段階に達してしまうという問題が労働家にとって労働収入を得ている人にとってはあるという問題がありますで。あとですね、業務を固定化したりだとかすることによって何が問題かというとこれ、すげええぐいんですけど年を取れば取るほど 無理ゲー化する、まあ。人生が無理ゲー化する、まあ。無理ゲー化っていうのはよく分かんない方のために解説しますと、動けなくなるってことですね。しんどくなるってことです。でもしんどいっていうのが分からない人は、不幸っていう言葉で解釈してくれてもいいんですけど、要するに、一つの会社の一つの仕事しかやってないから、他の会社では通用しない人間になってしまうんですね。事務の仕事でも、その会社で使っているソフトですが特殊で、 その会社のそのソフトの使い方しか分かりませんと、じゃあその会社が潰れたときに、他の会社行ったときも、いや、私これできません、今まで勉強してきませんでした、習得でき、ま、してきませんでしたって言ったときに、じゃあゼロから育てなきゃいけない。そうすると、新しい転職から先からすると、ですよ、わざわざ中途採用っていう形で、高いコスト払って、あなたを雇うメリットってないですよね。 よく年齢35歳を超えると、なかなか転職できなくなるっていうんですけど、経営する側からとして言わせていただくと、まあ、そういうことがあるんですね、1つの会社でしか通用しないスキルとか、あとはまあもちろん柔軟性が欠如していくっていうのは、もちろん大きな理由としてあるんですけど、まあ、そういうのを相対的に見たときに、統計学的に非常に後上でコスパが悪いっていうことなんですよ。だけど、いつまでもその労働収入しか得られないっていう状態にいると、ど,どうしてもそういう傾向になっていくんですね。 じゃあ専門家だったら大丈夫なのかっていうとそんなことはなくて専門家でも需要がない分野とかね例えばあカメラがデジタルカメラにシフトした時に、えー、何が起きたかっていうとそのデジタルにシフトした人とデジタルにシフトしなかったあー人がいてねでもそれは専門職の中でデジタルにシフトした人っていうのは生き残ったんだけどデジタルにシフトしなかった人っていうのは消えてしまったわけですよ。 うん、だからその専門性が高ければ一概にいいっていうことではなくてその時代性とかもしっかり考えなければいけなくてその時代性を考えた上で専門性を高めるっていうことは有効なんですけど対極的なその時代の流れで消えていく仕事なのにそれにしがみついてしまうとかあそういったことをやってしまうとどん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 キャリアとしては非常にしんどくなっていくで実際そういう人非常に多いです。うん だまあ今であれば銀行が非常にしんどくなってますけどそれは別に銀行が特殊なことではなくてありとあらゆる業界でそういったことは起きてくるわけですなぜなら単調作業であればあるほどあるいは専門作業であったとしてもですよ専門作業であったとしてもこれからそれが AI に置き換わっていくんですよ例えば医者これ非常に人気のある職業というか非常に社会的ステータスの高い仕事なんですけれども街で,ですねお客さんの症状を聞いて処方箋を出す これって医者じゃないとできないんですかって、そんなことないんですね。あれは統計学なんですね。そういう症状の人に対して有効な治療方法っていうのはこれだと。じゃあ、こういう処方線を出して、それを薬局に持ってってくださいっていうことをやってるだけなんですね。それって別に人間がやらなくてもいいんですよ。むしろ機械がやった方が、莫大なそのデータ量からいけるわけですから、その人がアレルギーを持っていた場合は、この薬を例外するとか、そういったのももう柔軟に対応できるわけですね。 男性であればこちらの薬の方が効きやすい20代の人にはこういった薬が効きやすい傾向があるとかそういったのを瞬時に判断できるわけです。だけどそれが人間がやってるとどうしても長くやってればそうではないかもしれませんがあーそれでもたまにやっぱ人的ミスっていうものも発生しますしリーチできる分野っていうもの限界がありますね内科の人が外科の分野を把握するとか歯科医がですね、えー 足ののの筋肉痛の問題を把握すするとか、そういういいでできないですね。だけど AI が一人いてですよありとあらゆる情報のデータが一つコンピューターの中に入っていて処方箋を出せるっていう風になった時にその分野にいる医者っていうものはもはや高い報酬を得る理由っていうのはどこにもないですよね。で僕今日車に乗って運転してて、まあ、ホームセンターに買い物に行ったわけですよ。 でその横でですね、道路の交通計測をされている方、なんかカチカチカチってボタンを押すのやってる人いるじゃないですか。で、あれって僕が子供の頃から現代に至るまでずっと残ってる仕事で、まあ、どう考えてもバカでもできる仕事なんですよね。子供でもできる。 だけど残ってる。じゃあなんでそういうのが残ってしまうのかっていう質問があると思うんですね。いやそうは言ってもこの仕事もまだ残ってます。AI ができるのに残ってますよっていうそういう仕事があるんですよ。で、それはなんでが起きるかっていうと簡単で、現時点では AI を使うよりも人間がやった方が安いから人間がやってるだけなんですね。だ中長期的には、まあ、長期的にはそれはもう AI に置き換わっていくるのは間違いないんですけど、現時点ではまだ AI を作ったりだとか AI を導入するコストの方が高いんですよ。例えば交通、 道路法、スピード違反だとか、あーなんだその道路標識無視したとか、そういうのを判別するのって、今、警察がやってるんですよね。で、捕まったことある人わかると思うんですけど、結構待たされるわけですよ。お巡りさんがその書類作るからね。で、それ僕一回クレームしたわけですよ。こんなのあって機械がやるだけなんだからコ、コンピューター導入すればいいじゃないですかって言ったら。いや、予算が回ってこないんですって言ってましたよ。うん 予算がないから今 AI が作れなくてその分人間が代わりにやってるんですね。大きい量いくらもらってるか知らないですけど、公務員だから結構いいんですかね。まあ、40万だか50万だか分かんないですけど、払って雇ってそういう仕事をやってもらってるわけですよ。でもそれも大事な仕事ですよね。うん。だからそれは今人間を雇う方が一応安いっていうふうに、おそらく国のその予算を考える人たちは考えてるんだと思います。それが正しいか間違ってるかっていうのはここでは考えません。うん。 まあ今のはちょっと民間寄りのお仕事の解説だったのでちょっと事例としては微妙だったかもしれないんですけど民間じゃない公共ですねそれは民間レベルでも同じなんですよ AI に任せた方が安かったら AI に任せるし人間に任せた方が安かったら人間に任せるんですねまだ今そのインターネットビジネスでもまだまだ人間がフォローしてる部分ってすごく多いですけど機械ができることっていうのもどん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 増えていて例えばその今お客さんへの対応だとかそういったのを 人間がやってると思うんですけどその人間の心理分析みたいなのをする機械学習するみたいな AI があったとしてですよこれ実際にできると思うんですけどカスタマーセンターレベルでそういった AI がこれから活躍してくると思うんですねこういうふうに起こってる時はこういうアプローチをした方がお客さんは起こらないだからあーなんだろうなボーカロイドみたいなやつがいてですよそいつがもう人間に心地いい波長を 常に話してくれると今人間がリラックスできる波長怒ってる人がリラックスできる怒らなくなる波長みたいなものがあったとしてですよそれを統計学的に弾き出して男性にはこの波長が響く女性にはこの波長が響くとか言ってあってですよそれでもう全部コールセンターが自動になったりだとか、まあ、ネットショップでその機械が自動的にお客様に対して顧客対応やってくれたりだとかそういう時代が来ると思うんですね確実にだけど今人間がやっててなんで人間がやってんのって現時点では人間がやった方が安いからですよ 1>, 1件50円だか100円だか知らないですけど、そのぐらいでや,やってくれるから人間がやってるってだけなんですよ。そのコストが AI が上回ったらね、例えば AI にやらせたら1件5円でできるってなったら、じゃあ高いお金払ってでも AI 導入しようかなっていうふうになってくるんです。それがじゃあ大企業が導入して、中小企業が導入して、まあ、僕らのようなその個人レベルの事業主というかね、まあ法人が、スモールビジネスが導入するっていうか、まあ、そのコストっていうのもどん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 安くなってくるわけですよ。うん、最初は高いですけど。 だから、まあそういった業務を固定化したりだとか、その仕事のや業界でや会社でしか通用できない仕事をしてしまうので、労働収入をやっていくとどうしても。それはもう長中,中長期的には淘汰をされるっていう。おっとっと。AI に淘汰されやすくなるっていう問題がありますね。そしてもう一つは、 まあここでちょっと言っちゃったんですけど経営者っていうのはその AI を雇うか人を雇うかっていうのを比較して人を雇うのか AI にするのかっていうのを今決めてるんですねで現時点ではあなたを雇った方が安いから雇ってるんですねだけどその雇う仕事っていうのはどういうふうに決まるかっていうと収入の決め,決められ方ですね これ需要があるからって思ってる人多いと思うんですけど違ってその値段でも引き受ける人がいるからその報酬設定なんですよね。だまあ言ったら妥協する人がいるからその値段になってるってことです。 コンビニエンスストアの時給とかって覚える仕事の多さとかからしたらありえないぐらいコスパ悪いと思うんですけどでもああいう報酬形態になってるわけですねあれもっと払わないと絶対ダメだと思うんですよだけどそれやるともう経営が成立しないんですねそれで今外国の方とかがやってくださってるんですけど非常に危ないなと思っていていつか引き受ける人いなくなっちゃいますからねでもなんでそれで成立してるかっていうとあの値段で募集出してあの値段で応募する人がいるからその値段なんですよ 事務の仕事を1ヶ月会社に拘束されて朝から夕方までずっと働いて仕事しなきゃいけないのにたったこれだけしかお給料もらえませんって文句言うんですけどじゃあなんでそれで成立してるかっていうとその契約形態で就職させてください雇ってくださいって来る人がいるからその間になってるんですよつまり自分の報酬を他人の物差しでほぼ100%決定されてしまう とということですねそして、まあ、他人に雇われるってことは、労働化っていうのは、労働収入というのは、他人に雇われるときに発生しますね。自分で自分を雇うときには、労働収入とは言わないので、まあ、言うのかな。まあ、ここではまあそういうのは考えないとします。まあ、あくまでも他人に雇われてえ、これやるからこれ払ってくださいねっていうときにその労働収入っていうのが発生するわけなんですけど、そうすると、 他人の物差しで自分の価値っていうのが決められてしまうから収入は上がりにくいですねどうしても自分で雇って自分で労働収入を発生させるとき例えば瀬取りっていうのは労働収入だと思うんですけどあれ自分で雇って自分で労働収入決め,ると決めるじゃないですかあれはまあ仕入れたくさんいけば儲かるとかってあるんですかねまあそれでやったときに こっちはまあ、上限あるけど、多少は上げやすい。それなんでかっていうと、自分で自分雇ってるからですね。要するに、会社が収益を持っていったりだとか、内部留保するっていう概念がないので、得た利益を全部自分に帰属させることができる。だけど、他人に雇われて労働収入を得ているっていう前提条件で言うと、 他人にその報酬単価を決められますしその報酬単価を自分から交渉してあげてもらうっていうことは基本的にはできないですできるとしたらそれヘッドハンティングですごい優秀な人はヘッドハンティングされますねでもヘッドハンティングされてもそのヘッドハンティングした会社がじゃあ今君は年収400万なのかじゃあうちは800万出すよっつって、まあ、他人が決めてるんですよね だじゃあそれは年収2倍になったって喜ぶんですけど、まあ、確かにすごいですよすごいですけどでも絶対にそれは自分が働いて決められた以上のお金っていうものは得ることはできない、まあ、ボーナスとかその収益連動型のインセンティブとかありますけど、まあ、ここではそういう細かいところはあえて考えないつまりある程度頭打ちがあるってことですよじゃあ今月はすごい儲かったから今月は月収プラス100万ねとかそういうのないわけですよ うんまあ、まあ年に1回の,そのボーナスだとか決算の時にまあ何十万だった2ヶ月分になったりとかってあるんですかねまあそれはあるかもしれないんですけどいきなり単月で100万増えました200万増えましたとかそういうのはないわけですねであとこれが大きな問題なんですけど肉体の限界っていう問題がどうしてもあってそれは例えば更年期障害とか。 まどうしても人間っていうのは生ものなので加齢に応じて、まあ、病気だとか体力の限界っていうものがあるんですよね。これまあ僕実際に経験したわけじゃないんでそんなことないよって怒られるかもしれないんですけどジムの仕事20年やってる人がいて片方5年やってる人がいて差が出るのかっていうと、まあ、全く差がない状態とは言いませんけどそこまで差が出るかなっていう。 5年プレイヤーと20年プレイヤーで2倍パフォーマンス違うかっていうとそこまで差は出ないと思うんですよ。まあ多分 2, 2年とか3年とかやればほぼほぼマスターすると思うんですね。社内のその事務作業っていうカテゴリーであれば。営業であれば、まあ2、3年でマスターできないかもしれませんけれども、じゃあ5年やってる人がいて、10年やってる人がいて2倍差が出るかっていうともう5年ぐらいで頭格表す人っていうのはいるわけですね。そんなに時間かからないわけよ。物事を習得するのに。だけど、じゃあその5年、 ですごく頭角を表した人が10年後収入が3倍とか4倍になってるかっていうと必ずしもそうではなくてむしろそうなってないことの方が多くてなんでかっていうとやっぱり肉体的な限界っていうものが起きて若い時に無理して力を添え取っていったことができなくなったりだとかあるいはもうメンタルですよね更年期障害つって、まあ、な,なぜか気分が乗らなかったりだとか集中ができなくなったりだとかいろんな問題が起きるらしいんですけれども、まあ、そういったことが起きて。 本来人間っていうものはは年を取取ればるるるほどでできることが多くなるはずなずんですね。子供の時に早く大人になりたいって誰もが思っていたと思うんですよ僕も思ってましただって大人になったらいろんなことができる朝起きて好きなことができて学校にも行かなくてもいいから素晴らしいそういうふうに思っていたわけなんですけど実際大人になって年を取るっていうプロセスを経験した時に思うものは 若い時よりも多くのことができてないといけないはずで若い時よりも多くのことをできて多くのことを経験して多くのことを知ってるからお金も稼げてないといけないはずなのにできてない人の方が多いわけですよ。僕自身も自分の収入に今全然満足してないです。なんでこんなに低いかなって不満だらけ。うん。でもっとなんとかしたいなって思うんだけれどもやっぱり体力の限界だったり集中力の限界だったり着想の限界だったりね。 この間僕が尊敬する小室哲哉さんっていう人が引退してしまったわけですよ。いろいろ言われてますけど、本人は才能が枯れたっつってるわけですよ。ね。才能は枯れるわけですよ。世界で、世界ではないですか。まあ日本では一番楽曲売った人なんですかね、おそらく。うん。こんな握手券とかつけなくてもめちゃくちゃやってさ、もちろん時代もあると思いますけど、まあ、めちゃくちゃリスペクトしてるわけですよ、僕は。だけど、そんな人でもやっぱり才能の限界、そ肉体の限界もあるって言ってましたね。 もう目がよく見えないん耳が聞こえなかったりだとか気分が乗ってこなかったりだとか体力的にもしんどくなってきたりだとか,とかお話しされてましたけどやっぱりそういうのが来るわけですよで小室さんの場合は何が問題だったかというと小室さんは、まあ、この後話していきますけど別の動画で権利収入を得るっていう立場にいたわけですよだけど事業に失敗してその権利収入っていうのを手放してしまったからこれやるから これやってくれたらこれ払うよっていう、要するに労働収入に甘んじたわけですよ。何やってたのって。ね、小室くん、うちの新しく出るアーティストの曲書いてくれよと。小室さん、うちの会社の釈迦を作ってくださいとか。まあそういう仕事を引き受けて、その対価としてお金を受け取るという仕事に甘んじてしまったので。 まだその借金がたくさん残ってるってててる言われてますよねだけど仕事を辞めてしまったからそれが返済できないどうするんだみたいなことが言われてて本当のことは分かんないんですけどじゃあ何で小室さんがそういうしごひんどい仕事になってしまったのかっていうとんでなすねだからもうあんま自分の客からはそういうの切り捨ててるんですけど昔の僕のお客さんとかではねやっぱその債務とかってネットワークビジネスとかに手出して。 もうそれは自業自得なんですよ。ああいうものはやっぱね、まともな、ね、倫理観とか、あその人間の心があればできないんですよ。できないようになってるんですよ。でそれを超えてしまって、ね、やっぱサイコパスというか、うん、やっぱ超えちゃいけない一線を超えてしまう、規律が欠如してるね、結構人間欠陥品だなんですよ。だから僕はそこはもう同情の余地っていうのはなくて、うん、だから本当にね、もう,う20代後半とかね、もう30超えてんのに、貯金100万ないとかもう論外だし、うん、もう財産作れてないとおかしいんですよ。うん だけど、その債務があるのにですよ、その肉体労働やって返そうとか、労働収入やって返そうってするのは、やっぱり限界があるんですね。うん、まあ、もちろんね、その例えば、せどりとかで、じゃあ100万の種用意して、利益率30%で回して、2年間集中して1000万作りますとか、こういうのは全然いいと思うんですね。それで、借金の利息とかがあって、今300万あるんですけど、利息とか含めても2年間で1000万稼げれば、完済して僕はゼロに戻れると思うんですとか、そういう期間限定であればいいと思うんですよ。うん。 でまあ、労働収入の活用方法ですか。まあ、これちょっと前の動画で、まあ、会社員、まあ、労働収入ですよね。長くやるもんじゃないみたいな話したと思うんですね。まあ、30とか40になってやるものじゃないよっていう話をちょっとしてたと思うんですけど、それって割と深くて、あの軽く流してほしくなくてね。うん、期間限定、目標を定めて取り組む。 まあ、り。といいう,うに僕は思います。だけどダラダラやるっていうのは本当に良くないですね。だらだらやって、労働収入でしか稼げない。僕もやるんですよ。お客さんと会って一緒に食事して一緒に泊まり込みで合宿してまあ言ったら労働ですよね。一緒に泊まり込みで面倒見るからお金くださいってお金もらうってこれ労働収入なわけですよ。だから労働収入僕もやってるんですよ。 だけど、じゃあ、その労働収入でしか稼げない人と何が違うかっていうと、僕は権利収入を持ってるわけですよ。何もしなくても、僕の銀行口座にお金が振り込まれ続ける。そういう仕組みをいくつも持ってるんで、だからまあ、安心して発信ができるわけですね。うん。だからまあ、そういったところで、何が言いたいかっていうと、まあ、これ、当たり前の結論なんですけど、労働収入には、こうやって今まで話してきた通り、メリットもあれば問題点もあるんですよ。 でほとんどの人が労働収入から始まるってこれは分かってます。僕もアルバイトやってました。ね、えーまあ。労働してたわけですよ。学校行って。学校も労働収入みたいなもんですよ。この勉強して、この試験やってくれたら単位上げるよって言われて、じゃあやりますって言って,てや、契約してるわけでしょ。あれも、まあ、労働勉強みたいな感じなんですかね。そのあにはコスパリーなって思うんですけれども、うんまあ、その話はいいや。だそこを経験してくれてもいいんですけど、その問題点もちゃんと俯瞰できるようにならないといけないです。 で、僕は権利収入が絶対正義っていうつもりはないんですよ。権利収入を持った方がいいと思うし、そこを目指してくださいってこれから皆さんに伝えていこうと思うんですけど、権利収入をゴールにするっていうよりかは、労働収入と権利収入行き来できる状態になった方がいいと思うんですよ。なんでって、やっぱその権利収入だけ持つと確かに自由な人生手に入りますよ。で自由な人生で寝てても金入るっていう夢のような状態は実現するんですけど、やっぱり人っていうのはね、なんか目標があったりだとか、何か、 情熱を注げることがあったりだとか、そういうのがないと、やっぱきついですよね。生きるだけだったら、その権利収入あれば正義だっていうのは、もちろんそれは同意なんですけど。なので、そういう時に、また、例えば、ボランティアしてもいいと思うんですよね。それボランティアしても、本当に対価も得られないような労働収入。もうロ円の労働収入なわけですよ。だけど、もう権利収入しか認めないみたいな、そういうちょっと硬い感じになっちゃうと、そういう時に戻ってこれなくなってしまうんですね。だからもう常に中庸ってことなんですよ。 物事には良い点もあれば必ず良くない点もあるで逆にデメリットがあれば同時にいいところもあるんですよだから一概には言えないんですねだけどそんなこと言ってたら決められないですからある程度フォーカスをして、えー、まあ僕であれば権利収入も得られる方向で仕組み作りを頑張っていきませんかそうしないとあなたはいつまでも労働収入にしか得られなくて。 で労働主義っていうのはもう時間っていうものは拘束されていくわけですから自分の人生の使える時間っていうものは他人に決められてしまうとそして他人に使う時間を決められてしまうと、まあ、動けるのは本当同様とか日曜だけとかでそんな中で新しいことにチャレンジしようって思ったってできないしそうするとますます自分を成長することに時間が使えなくなるんですよねだからなんでそうやってあのどんどん固定化することによって人は可能性が失われていくかっていうと自分のステージを上げるということに対して時間を使えなくなるわけですよだ僕は これは僕の言葉じゃないですね。木坂さんからのあったことですけど、そのまま言いますけど、ステージを上げるっていうところに時間を使えるようにする。それが権利収入を得るっていうことの最大のメリットだと思います。仕組みを作ることの最大のメリットだと思ってて、であるがゆえに、であるがゆえにですよ、なんかそのネットワークビジネスみたいに、ただ一概に、労働収入は悪で権利収入は善とか、そういうことを言うつもりも全然なくて、そういうこと言ってすごいしょっぱいというか、見下してるんですよ。そういうことではなくて、 もっと成長してもっとステージ上げていろんな人にアプローチできてですよ、まあ、アプローチできなくてもいいですよいろんな人と関われてうん自分の可能性を広げられる人生の方がよくないですかって自分の可能性を狭めてる先人生の先輩っていうのは非常にしんどそうなんですよだそういう先輩を見てるんだからそういう先輩の事例を知ったんだから今日ら労働収入の限界っていうものを示しましたからだからその逆に張った方がよくありませんかってうん だから、いるんですよ。就職するんですよ、みたいな。全然就職していいですよ。勉強になるしね。いろんな業界のいろんな人、先輩に会えるわけじゃないですか、社会人。で、僕はその時に、超真剣にやって、それはいまだにね、動、ま、画、あの中でいろいろ何回も何回も形を変えて解説してると思うんですけど、本当に人生レベルの哲学で生きてるわけですよ。だから、就職はしてもいいし、就活は真剣にやるべきなわけ。ね。うん。すごい勉強になりますから。だけど、そこをゴールにしてしまうと、いつまでも労働化になってしまうわけですよ。ね。 そのなんかサラリーマンはコスパが悪いとか,なんか言って鎌田君が言ってましたけどそれはなんかねあの相対的に見るとあんまり費用対効果良くないよねって話なんですよたでもその同時にデメリットがあると同時に社会的信用を得られるっていうメリットもあるんですよねだから会社員を続けたまま副業でお金の問題を解決するっていうのを僕は提案させていただいてるわけなんですけどそれは何かっていうと結局中用ってことなんですよ 労働収入の間にもいられると、それでいて、権利収入っていうところにも行き来できるようになってるので、お金に関して不自由することはない。そして、労働収入にフォーカスをしているだけでは、金持ちになるってことは物理的に不可能ですから。うん。だから人に雇われて年収1000万とか、まあ、全然あれですけど、すごくないですけどね、1000万とか、何パーセントの人が行けんのって。全国民の、この統計で言37万人、今日の日経で、人口減ったって言ってましたけど、1億2000万弱ですか。 ぐらいい今日本人いるんですってその中の5%しかいないんですよ。1000万超える人っていうのは。うん。で、その1000万超えてる5%の中の何が他人に雇われてそれを達成してるのかって話なんですよ。おそらく相当低いと思うんですよね。だからビジネスオーナーになって権利収入を得るっていう方法でしか、おそらくその1000っていう数字超えていくのはすごく難しいと思うんですよ、僕は。 自営業者として労働収入を得ていくことで、まあ、上を狙っていけるってちょっと今回紹介しましたけど、それでいけるのは、まあ、これなんか、鎌田君くんと話したことですけど、やっぱり500万とか600万とか、まあ、十分なんですけどね、それでも。そ害らいなのかなっていうふうに思いますよ。一時的にその月単位で100とか行く人ってのはいるよ。それはでもなんか、ね、12月だけ月収100万行きました、僕ってすごいでしょみたいな、それはないじゃないですか。<laughs> わかりますよね、騙さないでくださいね、そういうの、ほんと。うん。なんでもない月に100万行くって、これがすごいわけですから。うん。 まあ普段は全然もう稼げなかったりするわけですよ、そういう人も。えみたいな。いや、今月10万でした、みたいな。あれれみたいな。平均取ると実は15万ぐらいなんです。全然すごくないじゃん、みたいなね。うん、そういうの引っかかってる場合じゃない。ちょっと長くなってしまいましたけれども、まあ、今回からですね、ちょっと働き方とか生き方っていうところにね、もう少し俯瞰をして広げて、 まあこの後、その権利収入のお話とかもしていこうと思うので、まあそういっところに興味ある方もね、あの、聞いていただいて、えー、そしてその権利収入を得る上で、まあ皆様にどういった選択肢があって、それぞれの選択肢はどういったメリットがあって、どういったデメリットがあるのかと、そしてどんな人がそれぞれ向いているのかっていうところまで含めて、も、ま、う、あ、本当に広いテーマではあるんですけれども、お伝えしていきたいと思ってますので、まあもしよろしければですね、チャンネル登録、メールマガ登録など、えー、していただけると非常に嬉しいかなというふうに考えております。えー、今回は以上です。ありがとうございました。失礼します。